担当お二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。今日は雨が降る中でのゲームとなるわけですが、バッターにとってこの雨というのは厄介だと思うんですが、いかがですか。まあそうですね、守ってる方もそうなんですけれども、足場が悪いというのは本当に気になるんですよね。そうですよね。ですからそのあたりの守備注目したいと思います。まずはイーグルスの先発安楽がこぼした宮城のマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。さあ今日は雨が降る中でのプレーボールとなりました。初球見送っています。彼は絶対的な脚力を持っていますから、とにかく塁に出さないように気をつけたいですね。はい、そうですね。ボールになります。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。アウトコース打ちました。サード取った。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターは2番に入っている亮。まずはワンアウトを取っています。これが1球目。初球はボールになりました。156キロがいきなり出ました。小宮山さん、素晴らしいプレーが飛び出しましたね。いや、ナイスプレーでしたね。バッターボックスは3番ソン。ツーアウトランナーありません。セカンドソン、セラント変化球決まっています。この球は外れています。はい、ワンボールツーストライクと追い込みました。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回ドラゴンズ三者凡退です。あるかと思うんですが、選手にとってはやりやすい球場、やりにくい球場というのはあるんですか。当然それは、ね、あるんですよね。ボールの見え方も違いますからね。まあ自分でも得意とする球場は分かってますよね。やはりそうですよね。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の若松。どう立ち向かっていくのか注目です。
ますか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。さあ2球目は何か。際どいコース外れました。3球目。引っ張った。ワンバウンドヒットになりました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。さあ1塁に先制のランナーを置いています。バッターボックスには藤田、まあ、バントで上手い選手ですし、ここはバントでいいと思いますね。さあランナーをどう生かしてくるか。まあ、盗塁するならキャッチャーの肩を計算に入れて走らないといけませんね。ああそうですね。ここは送ってくるんでしょうか。うん、送りバントだと思いますね。ああそうですか。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はいそうですね。次が2球目。ランナースタート、ヒットエンドラン、ファーストを取った。一塁そのまま入ってアウト。これは進塁打になりました。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターの銀次、今シーズンの得点圏打率は1割8分1厘となっています。クリーンアップを任されるにしては厳しい数字ですね。ここはクリーンアップの責任を果たしてくれると思いますよ。はい、期待しましょう。いきなり牽制、二塁セーフ。外れました。ワンボールです。チェンジアップを見極めます。さあバッター追い込まれています。打ちました。一塁送球、ツーアウトになりました。ツーアウトランナー三塁と変わっています。最低限ランナーは進みましたね。まあ、そして彼はチャンスの強いバッターなんでね、面白いと思いますね。このチャンスに期待がかかる中川がバッターボックスです。初球、初球空振りです。これはバ
しっかりと見極めました。外、際どい球、ボールになります。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスには5番桜木、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球手を出してきません。ちょっと浮きましたね。低め中心でゴロを狙いたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。高めに外れます。2を取るようなピッチングがありそうですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。打ちました。センターに大きな打球。これはどうか。センターが取りました。ワンアウトランナー一塁となりました。打席には6番バッター達也。ワンアウトになっています。マウンド上安楽、そしてキャッチャーは細川。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。初球は何で来るか。初球大きく外れています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。
バッターボックスの志村、今シーズン得点圏での打率は1割飛んで5厘となっています。まあ、ポイントゲッターではないにしてもちょっと寂しい数字ですね。まあ、あまり気負わず平常心でいってほしいですね。まあ、そうです。この道見逃しで三振を奪いました。ツーアウトになっています。ここで同点にするわけにはいきません。三振でツーアウトです。次のバッターも慎重にいきたいですよね。いや、非常にいい組み立てでしたね。まあ、まだ気は抜けませんから、このまま点をやらずに切り抜けたいですね。そうですね。さあ、この場面で打席には8番の寺門入っています。緩い変化球、まずは見送ります。決まりません。インコースわずかに外れた。変化球できました。スライダーが決まります。
安楽がバッターボックスです。まあ、ここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。初球からスーッとストライクを取ってきましたね。やはりボールに自信があるんでしょうね。ああ、そうですか。次が3球目。これは厳しいコース決まっています。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。攻めきれませんでした。ランナー出ましたがイーグルス得点には至りませんでした。2回終わって1対0。1点リードはイーグルスです。小宮山さん、先制点をプレゼントしてもらっていますが、ピッチングにも変化が出ると思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、やっぱり点を取ってもらえたということで、余裕みたいなものが出てきますよね。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。アウトコース見送ってストライクです。156キロがいきなり出ました。決めてきました。ノーボールツーストライクです。さあ外してくるのか。低め外れました。打順はトップに帰って一郎。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。安楽、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。2球目は何で来るか。外の変化球。お聞きします、この一郎どういうバッターなんでしょうか。まあそうですね、打ち取ったはずなのに内野安打にされてしまう非常に迷惑なバッターですね。まあそうですか。低めインコース。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。変化球が低めに外れます。インサイド打ちました。これはどうか。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、イーグルスが1点をリードしています。
います。変化球バッターの藤田、今シーズンの得点圏打率は2割5分8厘となっています、まあそこそこの数字だと思いますね、ここもその勝負強さを見せてくれると思いますね。はい、期待しましょう。インコースはどうか、ストライクを先行させていきます。追い込みました。誘いには乗りません。まあ、ここは際どいところも打っていきますが、明らかなボール球は見極めたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。3球目は何で来るか。さあ走りやすいカウントになっています。さあ4球目は何か。バッター、さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。
チーム全体が乗ってきますからね。この序盤戦、徐々にリードを開いていきます。3試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。
はストレートの使い方を考えたいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンドバンで三塁に向かう。これでマルチヒット、ノーアウトランナー三塁一塁。バッターは5番桜木。イーグルス連続安打でランナーを背負っています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ点を許したくないこの場面。できれば三振を取りたいですね、ここは。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。何か見せてもいいですが、もう縦スラで空振りを取りに行ってもいいと思いますね。なるほど。さあ何を選択してくるか。バッターボックスの桜木、今シーズン得点圏での打率は1割8分6厘となっています。ちょっと寂しい数字ですね。クリーンナップを任されていますからね。まあ、ここはねクリーンナップの意地を見せてくれると思いますよ。まあそうですか。空振り三振、ここは投げ勝ちました。いいところにまっすぐ来ましたよね。素晴らしい投球を続けています。さあそしてバッターボックスには達也入ります。さあワンアウトになりましたが、まだピンチは出していません。まあ、ここもしっかり抑えてこのピンチを出したいですね。なるほど。そうですよね。できれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。次はボール気味のインハイストレートを見せる感じでしょうかね。なるほど。まあ、次はボールゾーンに外れていく。このピンチ空振り三振に切って取りました。最後はインコースでズバッと決まりました。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。さあそして打席には志村入っています。さあ2アウトながらピッチは続きます。まあ、こういった要所を締めて切り抜けてほしいですね。なるほど。そうですね。なんとかしのぎたいですね。こういう場面はしっかり抑えたいですよ。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。一発が怖いですからね。さすがに際どいところから攻めていくしかないでしょうね。だったんですけどね。はい。ストライクを取ってこれで追い込んだ。インサイド、打球は左中間へ。ここはフライになっています。岡島が掴んで3アウトです。さあご覧ください。先ほどのプレーになります。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3対0、楽天イーグルスがリードしています。
さあマウンドを任されたのは庄司、今シーズン18試合目の登板です。さあ西さん、ここで出てきましたね。まあしっかり攻略したいですよ。そうですね、まあただ流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の安楽が打席に入ります。まあ、ミーとして前に飛べば何が起こるか分かりませんから、バットを出していってほしいですね。そうですね。初球ボール、ライダーが決まります。あっという間に2ストライクです。体に近いところ、勝負してくるのか。ここは落としてきました。際どいところ、これはボールになります。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。見逃し三振、3アウトチェンジ。この回イーグルス3人で攻撃を終えています。4回終わって3対0、楽天イーグルスがリードしています。小宮山さん、5回は5回です。この5回というのはピッチャーとしてやはり一区切りになりますよね。そうですね、余計なこと考えがちになるイニングですからね、気をつけた方がいいですよね。そうですよね、白星というところもちらついてきます。次が2球目、一塁送球アウト、スーパープレイ。小宮山さん、今のプレーご覧になっていかがですか。これはさすがと言っていいんじゃないですか。走り込みながら見事にキャッチ、ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。そうですね、簡単そうに見えるんですけど非常に難しいプレーでしたね。今日は守備で交代してそのまま出場している中本、安楽、まずは先頭バッターを打ち取っています。ストレートが決まっています。変化球入りません。
た。これはどうか、ヒットになった。ワンアウトランナー一塁となりました。打順はトップに帰って一郎、ヒットでランナーを一塁に置いています。バッターボックスにはソン入ります。さあ得点圏にランナーを背負って